長時間の撮影お疲れ様でした。それでは私ジャンピン、まあ、2人乗りしたらほいって。あ、そっかそっか、2人乗りできんのこれ。どうした何があった大丈夫か一旦降りて、もうボートいらんのちゃうこれ。なんかその子はって痛い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 、見えない見えない、おしまい達成。あ、ブレーこれまず繋げなあかんの、せーな、絶対押すなよ、押すなよ、大事で頑張ってんねんぞマジで切れるからなお前で、和王弓持ってるからクリスタル破壊係行くわ。おお、俺も弓持ってるから破壊した方がいいかな。オッケー、お願いします。で、あ、じゃあチーノにダイヤ剣渡しとこう。オッケー、お願いします。斧くれへん。オッケー、ありがとうございます。おー、声聞こえる、エンダーのドラゴンの声が。かいつー、目合わせないよ、エミル。はい。で、水巻いといたらいいんすか、適当に。そうやね、エンドラの近くとかで適当なところで巻いといてくれたら。はい。まあ、あとはあれやな、エンダーマンに襲われたときに水下にバーって垂らして、緊急回避するとか。うんうんうん。よし、行くぜー。一応、避難拠点だけ。一個破壊。ナイスー。怖えな、ここやっぱり。いったいったいった、チノ落下する。強い、え、耐えた。チノさん、チノくん、強すぎ。まずい。さて、どないしますか。これとりあえず上のやつを壊さなあかんの。そうやねんけど、エンダーマンに絡まれまくってるから、ちょっとエンダーマンを何とかしなあかんな。チーノ割れてんで。終わったわ。てか、ほぼチーノの方に行ってんのこれ。一旦するわ。まあ、ヘッド稼いでくれてんのはありがたい。え、これ当たらん？ちょっとあの、柵囲われてるやつ やってくるわ。オッケー。マジ下手すぎ、一生当たらへんねんけど。あ、と思った、まあ、いっか。え、これ当たらへんの？頑張れ大先生。チョビチェンジ。あ、はい。ちょ、俺じゃ当たらへんわ、あれ。お前の方が縁がいいはず。ちょっと待ってくださいね。死ぬほどエンダーマン来たよ。やばいやばいやばい、ちょっと危ないかもしれないです。クソ、ドラゴンに当たった。誰か武装持ってません、私の。わからん、はい、もうそれはもうぼちゃぼちゃや。よし、痛すぎ痛すぎ。あ、なんかキョロットやった。エミル、なんかおっとほえんちゃうかな。チェー、エンダーマン邪魔。周りのこれ処理してな、撃てへんわ。まずとんでもねえ力で、えぐいな。えぐいえぐいえぐい、痛い、死ぬ死ぬ死ぬ、あ、いた。あ、やばいな、ここブレスぶちかまされたな。やばいブレス、あ、最悪やこれ。どこが残ってる、あと分からん。ちょっと、あー、俺破壊してくるな。頼む、あっちや、あそこ、あそこや。とりあえず水の中にさえおれば。大先生が狙っとったやつ壊した。ナイス。でもお前に任せて正解と。いった、死ぬ死ぬ、ごめん、俺死んだ。オッケーオッケー、ブレスだな。うおー、よし、ブレス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 、痛い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 。あー、エンダードラゴンの魔法。あ、いたー、ブレスブレス。あー、で、上まだ1個あんのか、あれ。まだ残ってんな。でも結構破壊したはず。ナイスや、お前が天才。ナイスや。だからもうちょっとで。俺の額にあった弓矢は誰か拾ってる、これ。多分俺が取ったんか。拾えへんな。俺の下のところにも射撃ダメージのやつある。弓矢ある。うん、もらった。オッケーオッケー、破壊してくれ。俺に任せて。オッケー、チェストプレート置いとくね。うわ、魔法の中にあるやん。
遺留品。そうなんですよ、俺らブレス自身だから。取られへん。あそこだけもう。じゃあじゃあな、あそこにもあるな。あ、もう一個あるやったらそっち行きますわ。どこ？ここ。あれか、割れてる感ないな。よし、行った。ナイスナイスナイス。グッバイ俺の命。よし、ナイスやろう。ナイス。ここもあるな。いや、あ、まだあんのか。いや、まだだいぶあるな。復活するんやったっけ、クリスタル。あ、割れた割れた。あ、ナイスナイス。クリスタル復活せえへん。でもこれ全部いけたんやったっけ。いや、あと2箇所ぐらい。いや、まだやな。よし、じゃあ俺はチーノが登ってるとこぐらいかな、上から見えるのは。もし削り始めるか。じゃあエンダーマン誰目合わせんの。いやもう、なんで合わせるんですか、エミルさん。壊せたな。壊せた壊せた壊せた。ナイスナイス。オッケーオッケー、ナイス。よし、これでいけるはず。よし、みんな頼んだぞ。あとは回せろ。ナイスナイス。よしよしよし、ゴーゴーゴー。落下して時間が入ってんだ。さよなら。うわー、外しちゃった。俺もうね、嫌なねんだわ。ちょっと何本ある。チーノに渡した。ごめん、俺当てれねえ。はい、これやなかったら罪。いや、すまへん。剣で殴れるし。あれか、落ちてくるんか、あそこの真ん中のところ。そうそうそう。オッケーオッケー、ぶん殴れー。いいぞいいぞいいぞ。いいですよ。おお、いい。くれてくれて。なんか追われてる気がする。あ、剣どうぞ。うわ、一生、あざ、一生この体力な気がする。ただ勝利もないからな今。殴れー。あ、殴れー。あ、いいですよ。これ死んだわ。耐えた耐えた。水水水。オッケー、ナイス。殴れ、ナイス。半分いったぞ、半分。いけー。俺死ぬかも。もうゾンビアタックでやろ。ゾンビアタックや。ゾンビアタックだ。俺パマンパワーで倒すぞ。分からせろあいつら。大先生、弓もらった。オッケー、頼むな、シャロン。射撃増加、いけー。いた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 。殴れー。ごめん、死んだぞ。仕方ないんご。ギャー。ダイヤ剣まで魔法が。あー、ダイヤ剣取った、ダイヤ剣取った。ナイスナイス。よいしょー。やろうぜ、クロッシュー。いやー。ゾンビアタック、ゾンビアタック。スーパーゾンビアタック。うわい。いた、すんぎ。あと4分の1か。また飛び始めたら、あいつ飛び始めたら減らなくなってんな。はいだ。減らないねー。物資が物資があの唯一のダイヤ剣をみんなで使い回してなんとか。ショッピ君レイクドアザ石つる天才。これしかないな。こんだけで十分っすよ。十分。ゾンビアタックのあれどこで目やってお前。ダイヤ剣なくなったか。やるあるか。オッケー、次のターンでやってみましょう。とりあえずここ耐え。いいぞ。いいぞ。ナイスナイスナイス。いないいないいない。見た。見た。こっち来い。ブレース。やってた。やってた。やった。すごい。何これ何これ。おお、死んだ。ナイスナイスナイス。今なんか実績出た。出た出た。あ、エンドの解放だ。エンドの解放しました。よくやってみる。英雄だお前が。なんかじゃあこれ他あったっけ？卵とかあったっけ？卵そこに出てるやん。イエーイイエーイ。誰かあの松明持ってる？あるな。そこにあるよ。松明何にいるんすか？これで卵とんのにいるんちゃうかな。卵の回収。でも卵の回収って別に進捗いなかったよな。まあ、一応知らん。でも取らへんとなんかあかんでしょ。なんかの進捗に使えそう。よし、これでこのワールドに唯一の卵をもらえるわけですね。え、卵どこって。ここやん、ここ。そこの上にある黒いのじゃないか。あ、じゃあこれね、一回卵タッチしてなかったのさ。じゃん。あ、そうなん。うん。いや、なんで目合わせてないんだよ。
これで、お前今、エンドの中落ちたんじゃん。あ、うん、なんかね、どっかにワープすんねん。あ、そうなん。でも入ったらいいの？うん、まだ入らんでいいよ。あ、卵の回収だけしたいんだけど、卵見つけた人いません？え、でもこれ中入ったんじゃないの？中入ったやろ。え、入んの？嘘？なんか、この辺にワープするんじゃん。下塞いでからじゃないとダメなんじゃなかった？あ、うん。え、だってこれ、あ、いけんの？頑張るから壊せんやろ、これ。あ、そりゃそうや。確かに。あ、そうやな。なんかね、どっかにあるはずやねんけど。え、中入るとかあんの？どうでもええ、俺は一回入ってみる、この中に。そしたら向こうにいるかも、多分。行っちゃったわ。あ、エンドロールが出た。あ、これこの場合なんか現世に行くんやって卵。あ、なるほど。そうなんや。その現世がどこや。ちょっと待って、エンドラン卵。リスチ？最初の。ワン。じゃ帰ろうか。エスケープで飛ばせる。一旦。入って。でもこれ入っていいの？ネザー。ネザーゲートエンディング飛ばして。何だっけ。あー、ここに帰ってくるのか。ただいま。エリトラとか取るためになんか、つなげたらいいか。今日はつなげるとこまでかな。どうしましょう。卵どこ行った？ほんまに。多分、あの、初期リスポとかちゃうかな。だから多分、このベッド破壊して戻ったら、あるんちゃう。あ、残念なこと、進捗、卵を持つがあるんで、絶対回収必須っす、これ。うわ、マジかよ。やばい。多分、初期リスポやろ。一旦さすがにそうやんな。一旦これさ破壊してクリアするから俺死んできていい？戻って。オッケー、いいよ。そこでもう一回寝てもろって。あ、まだ早い。あれ、あ、ごめんまだ早いってごめんなさい。今インドウォッチで見たな。あ、ありました。あれ、よかった。耐えた。で、それをチョウさんが取ったらいけるんか。タイマーとして残る。取っちゃっていい？おい、取って。あ、くそや、これ砂やんけ。めんどくさいな。うん。あとはじゃあリスポとそこつなげる。せやな、ちょうどリスボー側のネザーの座標言うてくれたら繋げられるんじゃん。あ、そっかそっか。ちょっと待ってな、あれだけ取ってから行くわ。あとこれ。ここの拠点もう使わへんよな、ほとんどもう。どうこうへんよな。じゃあもう肉焼き切ったやろ。なんか肉、生肉いっぱいあんねん。次、そのエリトラとか探しに行くと使うかどうかじゃん。あ、まあ、あって、ええと思うけど。あ、次の人は石炭とかもできくれるやろ、間違いない。まあ、次の人と俺らやねんけど。次の人は大丈夫やろ。うん、大先生はほぼほぼ俺やろな。マジで大先生はな。オッケー、ナイス。おー、ナイス。ネクストジェネレーション。でっか。よし、これでまあまあ大目標は1個達成ですね、今日。達成ですね。うん、でけえでけえ。これ一応じゃあ拠点のチェストの中入れとくか、ドラ玉。で、現世のネザギはどの辺にあるの結局。あ、オッケー、今見るわ。ちょっと見たって。あっちっすね。あっちか。溶岩の向こうの方。だるすぎて臭いねんけど。丸石が64個、ネザーラック64個。逆に、あの、そっちのあれもくれへん。こっちから繋げるから。資料に貼ってますよ。オッケーオッケー。ほな、なんとかつなげようか。地のここ、つなげてくれよ。足場お願い。でもあっちの島につなげなあかんわ。え、びっくりした。あっ、ショッピ君が貼ってくれたやつや。そうそう。オッケーオッケー。でも俺これ死んだら現世に行くんちゃうかな。こっちで合ってる、大先生。合ってる合ってる。あ、クソ、ここかよ。ベッド破壊してないからちゃう。ベッド破壊しよっか。ちょっと、ごめん、ベッド破壊しちゃうわ。で、さらにあの右手かな。で、俺シャオさんの方行くわ。そっちの方が物資もあるから、うん、せやな。こっちから石とかでつなげていくか。うん。で、あっちスケルトンいる方。そう、右斜め前って感じ。なんかこのつなげ方ゾムっぽいっぽいっすね。ちょ、豚えぐいて。あ、豚。どっちから繋げるんかいいのか。あれ、もう見えとるやん。あ、おるやん。ここ。ここよ。はいよ。
ピグリンがグロすぎる剣にする。ピグリンで殺された。原生戻り、原生戻り、そっちまで繋げるな俺。オッケー、頼む。なんか見慣れた土地に帰ってくるつぶり。これ思ったより簡単に物資供給できたな。せやな。まあまあ倒せたからいいんや。いらんかったんや、ほんなら。俺らの不屈の精神には。はい、ピグリンって見境なしに殺すんだっけ。サンキュー。思った想像以上に近かったな。めちゃめちゃ近いな。どっちけんや。うん、めっちゃ仕事したくね。めっちゃ仕事した。うん、だいぶ進めたったでこれ。なんかあ、やべ、いけるもんやな。ちなみにさ、現世のネザーから出てどっち側に行けばいい。現世のネザーから出て、うん、あの、あ、まあ、現世におんの。あ、現世、そう、現世から、まあ、ちょうど来たばっかりねんけど。ね、あ、でも目印、今多分ショッピー君戻ってんちゃうかな。なるほど。と分かりやすいように。右後ろに。右後ろね、オッケー。あ、いた、しのくんいた。イエーイ。これは迷子やで。いや、迷子かい。そっか。じゃあ、しゃあないな。しゃあのさ、あっけん、うへーへー。あれ、その意味なんか全然関係ないとこから来てなかった、今。ゲートに来てないよな。あ、現世から来た。現世から来た。あ、いや、そのゲートにしてて、血の指の方にあるって言ってたゲート。うん。うん。いや、違うよ。そっちの方をつなげてほしいな、うまいこと。燃えてんな、おい。ゲートここか。そういえば俺何も持ってきてないんやった。終わりよ俺。何しに来たん。いや、ほんまに。仕事でやってんねんぞ俺。すいません。そうやぞ、お前。すいません。あー、帰ってこれたっと。モノミユさんで来ちゃったわ。でも大丈夫、あの、多分チノ君なんか持ってるはずやから。兄さん、よくお気づきだ。その通りなんですよね。さすがや。あ、兄さん、看板あったら看板持ってきてもらっていいかな。オッケー、了解。持ってくわ。よいしょ。この大先生と合流したとこから、あのね、エンド行きのネザーゲートへの道が分からへんねんけど。ただいま。教えたのか。教えて。つなげたいんやけど。ごめんな、俺でも現世に帰ってきちゃってん。え、じゃあもう分からへんやん。あっちにおったやつやら全員現世に帰ってん。現世最高。もう現世一番。で、看板看板。ちょっと探すか。このなんか丸石ちょいちょい立ててくれてんのかな、大先生。いや、俺ではないな、でもそれ。多分俺置いたな。あ、置いた？これ辿っていくか、じゃあ。看板持ってきたけど、なんて書こう。あの、じゃあ、理想の女性のタイプ書いといて。あ、わかった。分かったんや。楽しみやな。何個でもええ。うん。ちょっと書き切れへんかもな、これ。マヤプラさんの限界に挑戦するわ。痛い。ついに、ゾンビにやられてるやつを打って。もうゲートも入られへんようになった。止まってーえ、なんでもう、しれっともう一人死んでるやんけ、お前。え、なんで俺、あの、あれやで、ネザーで変えちゃってんで、ポチポチと。え、あー、じゃあこれ、ネザーゲートから敵呼ぶが来てるわ。なんだとゲートから敵呼び込んでるやつ俺って。お前、あの、ようやくあの、肉付きが良くてまでかけたのに、こっちも壊れてないんか。襲われてる。それおもろいやん。やめろや、お前。俺の看板。あ、や、いや、かけたわ。はい、いってらっしゃい。よかった。いや、看板、うん、かけた。よかったよかった。よしよし。いった、お前、人か。この野郎、ちなみに、とりあえず途中まで帰りたいんだけど、どこなこれ。気立てが良くて、笑顔が素敵で、明るい性格の健康体な、感じの肉付きがいい人。最後だけやまだ書いたんけど、最後だけやんけ、ほんまのもん。いや、なんで消すの。書いたんけど、はい、いやけど、ちょっとね、俺満足いってへんの。まあ、もう一個が新しく、いや、奇跡は残すべき。奇跡は残すべき。わかった、じゃあしゃあないな。みんな童貞が一番気になる。なんでこんなにこの看板、なんかもうあの、まがまがしっかりやってんの。あれ、俺の目がおかしいんかな、これ。嘘。なんかもう、木の部分がなくなってんけど。なんで
いや大丈夫。え、もしかしてもう閉めようとしてます？え、うん。いやでもチャーノさんが何かお作りであれば私は、ね、いやもう言っちゃいいけどな。もうつながってる、それつながってるよね、つながってるからええんやけど。まああの多分ロボロとかが見たら発狂するレベルでしかないけどさ。ね、大先生はどこにおるん？大先生はこの上登ってんの？あ、俺もう飛び込み待ちやねんけど。飛び込み待ち？あ、でも全員集合して大先生その勇姿を見届けて終わるって。そうしようか。ほなしょっぴくんが帰ってきたらしょっぴくん待ちで。ちょっとこれは後で振りようかな。ん？いやほら、エミさんの看板もあったじゃないですか。ああ忘れてた。エミさん集合や。はい、最後、大先生のチャレンジを見て。せやな、見続けてくれるか。うん、ある。じゃあ大丈夫やな。うん、大丈夫やな。うまくいくんやろな。おし、じゃあ、行かさせてもらいますね。はい、はい。皆さん、長時間の撮影お疲れ様でした。それでは私、私ジャンピン。はぁ、あ、惜しいだ、惜しいだ。おい、ザコがよ、よほど恨みがあったんやな。これめっちゃ恨まれとるやん。覆われとるやん。一マスとかじゃないやん、だって。もう二つ垂らしてるところに絶対殺すという覚悟が明確な殺意あるやろ、これ。この実績誰が達成できるんやろな。最後なんやろな。ポチャン10 10 10。あ、おいお前もうやろ。おいお前もうやろ。もうええやろ。では次回。数時間もぶりの回収です。じゃあ全進捗次回お楽しみにということで、今回はこのままこの世までです。さよなら。バイバイ。じゃあエミさんの理想の女性、うん、ちょっと読まさせていただきます。